文部科学省は高等学校の授業料の実質無償化制度を朝鮮学校の生徒にも適用する基準を正式に決定しました適用の条件として朝鮮学校側が受け取る就学支援金が生徒の授業料以外に使われていないことを示す資料を毎年提出するよう義務付けています また反日教育をしているという批判にも考慮し学校が留意すべき点を文部科学大臣が通知したり教材の一つに日本の政治経済の教科書を使うなどの自主的な改善を促すとしています今後全国実行の朝鮮学校を個別に審査し問題がなければ年内には無償化制度の適用が決まります